今日は、井川元隆の解けるチャンネル年末スペシャルということで、はい、猫組長さんに、来ていただいて共同配信ということで、それぞれの番組でやってますので、はい、それぞれファンの方で見てください。まあ、多分ファン層かなりかぶってると思います。もうちょっとこうあれだね、入りを待った方がいいかな。あ、なるほど、うん、いやもうね、最初にコメントで出てきてましたけど、あの百田先生のがんなんです。私も先ほど第一報、なんか百田先生が自分のご自身のチャンネルでなんかお話されたそうで、私まだ見てないもんですから、うん、どういうがんなのか、どこの部位かはちょっとわからないんですが、まあ、あの連絡してくれたあの人からはですね、はい、あのごく早期のがんなので、はいはいはい、まあ心配はないということなんだと、はいはい、そうですけどね。いや今日普通に LINE のやり取りしてたけど何も言わなかったな。ああ、そうですか、うん、大丈夫、まあ大丈夫でしょう、うんうん、V は非公表、V は非公表。そういえばがんって言えば、まあ、私そんなに好きな人じゃないんですけど、まあ、あのいや言ってることがね、人間が嫌いとかじゃなくて言ってることはあんまり、はい、あの合わないんだけど、森永卓郎さんもね、あそうだ、ステージ4かなんか、あちょっとね、水蔵はちょっとダメ、申し訳ないけどダメですよね。あ、私も友人知人を水蔵がんで2人亡くしてます。やっぱりね、水蔵はダメだ。どんな初期発見でもやっぱり5年までですね、うん、頑張ってもね。あ、そうなんだ、水蔵、はい、あの人だ、台所経済評論家だ。はい、まあ、そろそろじゃあ行きましょうか。今日はじゃあ何から。いや、まあ年末なんで、とりあえずね、僕1964年のドンペリニョン、我々の生まれ年だから59年。 あれ私79年生まれなんですか。まあまあちょっとそれを開けたいんで、はい、さて60年ほど前のドンペリは飲めるかどうか開けてください、はい、お願いします。前回はちょっとあのね、お持ちいただいたあのすごいワイン、あの私がコルク開けるの失敗しちゃってですね、申し訳なかったです。ダメだった時用にちゃんとしたの持ってきて、1964年というのはですね、シャンパーニュの大変素晴らしい年の一つと言われています。はい、まあ、大体64年というのはですね、あのシャンパーニュと、うん、男の出来が、日本の男の出来がいいって言われてる年なんですよね。いや、ええじゃんね、真面目にちょっとあの気になってちゃんと飲めるかどうか。そうなんですね、普通はね、この上のこの金も一緒に、いや、あの抜くんですが、はいはい、ちょっと若手にやらしますか。いや大丈夫、もう60年経ってたけど、うん、炭酸抜けてんでしょうね、うん、今でもちょっとシュッと音がしましたね。マジで、ほぼほぼ抜けてるんですけど、少しぐらい残留してるのかしらね。そうなの、はい、なかなかにだけどパキッとはならないんだな、大丈夫なんですね。ちょっとこれ、ね、まだワイヤーが少し引っかかってます、うん、すごいね。へえ、うん、あ、もうちょっとだ、ポーンと変えたらびっくりするよね。それはびっくりです。ワイヤーがこれ噛んでるね。あ、ここだ。そこそこそこ。大丈夫。あ、抜ける抜ける。あ、抜けた。あ、やっぱり。今猫組長さんと人生初の共同作業をしてしまう。本当だよね。匂い嗅いでみてくださいよ。あ。いいですか。じゃあお次しましょう。どうですか。あ、どうぞ。これね、エルメスのシャンパングラス。あ、おにゅうおろしました。あ、いい色してる。すごい色。大丈夫。あ、これはもう古くなった色です。すごい綺麗だ。香りを。どうですか。どうですか。じゃあどうもいただきます。お疲れ様でした。うん、いける、はい、全然健全です。あんま美味しくないね。まあ正確に言うとですね、うん、まあ、ちょっとピークを過ぎてるというか。あ、ピークはそらピークを過ぎてるけども、あの全然これ傷んでるとかなんとかではなくて、はい、けど炭酸は完全にないですね、もうね、すごい濃厚な味、はい、あ、こんなになるんだ。シャンパーニュはですね、うん、まあ64年、うん、73年79年が最高の年と言われて、私の友人でも
64年生まれじゃないけど64のドンペリが大好きで、うん、ずっと飲んでる人いますね。あ、そうなんだ、はい、あ、美味しいかも、うん、慣れたら美味しい、うん、あ、微妙に炭酸残ってるんですかね。ほんと、ちょっとね、かすかに、うん、あの、うん、これはあのピークをちょっと超えちゃったかなって感じですね。もう全然あの健全な成熟熟成です。あ、すごい。あ、皆さん乾杯飲んでくださいよ。乾杯です。もうあと4日だからね、今年も。女性でいうと、うん、まあピークを過ぎたぐらいですから、まあ80ぐらいですかね、うんうん、ねえ、すごい。みんな飲んでごらんよこれ。ちょっとこう、高さんもうちょっと。あ、すいません。あとはやります。皆さん飲みない、飲んでごらん。なかなかこんなん飲めんや、はい、ね、あの80熟しすぎって言ってますけど、私はあの下は18上は80までいけますからね。そうなの。冗談です冗談です。どういな語呂合わせです、うん、さあ、あと4日でね、2023年も終わりですよ。はいはい、どんな年でしたか。いや、まず何よりもやっぱり菅原さん、あの、はい、猫組長さん前にして言うとですね、うん、もう猫組長さんのおかげで、うん、もう今年の後半は本当に充実してました。充実した。もうニコ生やれ、ニコ生やれってね、進めていただいたのはね、あの菅原さんなんで、それまで私、あの、自分のサロンでそれなりにあのバタバタしてたんですけれども、うんうん、まあこれそれにね、あとサロン、まあ、ニコ生から派生して YouTube も始めましたし、うんうん、あとやっぱりあのイベントね、イベントあの、はい、これも菅原さんから紹介し、あの、うんうん、まあ、あの紹介していただいて、うん、今月に1回代々木でライブハウスでトークライブやってるじゃないですか、はいはい、まあ、あれはあれで楽しいですし、うんうん、まあ、準備にいろいろ考えるんで、うん、まあ、あのボケ防止になってるなって感じですけど、ね、やっぱりそうやってね、忙しく社会と関わってた方がいいです、うん、もう暇で時間が持て余すと博打やっちゃうから、ね、それはそれでやりたいんですけど、ね、いや、もうそんなもなくやった方がいいし、やっぱり、はい、社会との関わりは持たなきゃダメですよ、はい、もう今更さ5000億企業の社長会長やって起業できないじゃんね。ちっちゃい会社でしょぼしょぼできないでしょ。できないですね。かといって遊んでたら暇を持ってた人間よくないですよ、はい、忙しくないとダメ、うん、そうですね、で人から求められてないとダメだし、うん、需要がないとダメなんですよ、はいはいはい、人から求められなくなると寂しいです、どんなことでも。もうだから大事なんですよ。おかげさまで、うん、実は今日も来年の4月に出そうと思ってる私の単著で、はい、まあ、日本の社会経済に対する、まあ、論評みたいなのですね、うん、締め切りを遅らせしてたんで、とうとう缶詰になっちゃいまして、明日も昼間缶詰、2日続けて缶詰で、でその前にはもう言っちゃっていいのかな、うん、その前には2月に、はい、その本出すのは来年の4月ですけれども、はい、2月には、うん、タクスクリニックの高須院長さんと対談本を出させていただこうと思ってます。そちらはどちらかというと、いいですね、うん、まあ、今の日本 の、 その、まあ、政治状況とか、そっち、うん、4月の単著の方は政治に限らず今の日本の問題点をいろんなこと、例えば少子高齢化もそうですし、経済の問題もそうですし、うん、といったのことをちょっと考えをまとめてみようと思っています、うんうん、あ、そういいですね。バタバタ、バタバタしてます。いや、もういいこと、いいこと。もうこれ需要がなくなったらもう寂しい話だから本当に。まあでもね、私は最後はね、港区女子にね、需要がありますから、ね、いや、もうそれもさ、もういずれさ終わっちゃうんじゃない、やっぱり、ね、年取ってもうジョレッとなったらまあ ね、 ね、あと10年ぐらいは頑張りたいですけどね、うん、あ、うまいね、けどこれ慣れたら、うん、これ、いや、本当に美味しいでしょ。あ、こんな濃厚なこう味になるんだ。原ちゃん、あんたの年で64年のドンペリを59年目の64年ドンペリ飲めるなんてありえないよ。うまい、うまかった。あ、よかった、美味しくて、うん、まあ、ドンペリも美味しいんですけど、やっぱり私やっぱり定番のこちらも大丈夫、はい、スピリタスですね。ちょっと一つ告知していい？はい、どうぞどうぞ。あのね、実はね、来年1月からあのラジオをやるんですよ。番組持つんですよ。あのラジオ大阪なんですけど、ラジオ大阪、はい、はい、OBS、 あの、まあ、地方でも大阪なんですけど、キー局で大きいんですよね、はい、で九州から愛知県の端っこ、もう東海もう全部カバーしてて、すごいです、ね、そうで今ラジコで全国聞けるじゃないですか、はいはいはい、でこれがね、やりませんかって言ってきたのが3日前なんですでえでいつからなのって、いや最初の予定では1月3日放送からで毎週で
今日までに1回目の収録入れなきゃダメだっちゅう。いや3日目にって今日ないだろうって言ったけどやったんですよもうむちゃくちゃ赤坂のね TBS のスタジオが使えるんでそこで今日一発目の収録したんですけど、はい、打ち合わせもなし台本もなし、まあ、2人もう1人あの音楽プロデューサー入れてやったんですけど、いやまあすごい、まあ、新しいことやってみたいからちょうどいいな、はい、と思って、ね、ラジオ、はい、あの僕テレビよりラジオの方が、うん、あの好きなんですね、はい、聞くことないんだけどラジオってすごいシンプルで歴史も長くて、うん、やはりいざ災害だとか有事があった時にやっぱり役に立つのってラジオなんですよね、はい、で、なんだかんだってリスナーの数も多いしラジオ好きな人って多いからで、まあやってみるのもいいかなと思って、でまあ音楽とかね、あの音楽のヒストリーだとかその時代の背景だとかエピソードだとかを毎週やりたいなと思って、ぜひあのゲストで来てください。 ありがとうございます。ラジオはですね、私も、はい、4年前5年前、あの刑務所出てきてねすぐの時と、うん、その1年後か1年半後にですね、うん、あのあそこの日本放送だっけ、 あそこ浜松町にあるのって、うんうん、のやっているあの、はい、村上信吾君と経済君っていうのに呼んでもらいましてね、3回呼んでもらったのかな都合、うんうん、そこからなんか村上さんともプライベートの交流も始まって、はい、たまにご飯ご一緒したり、うんうんうん、その流れであの患者にあの同じ患者にのあの大倉忠義君とかと、うん、あの飲んだりすることもあるんですけれども、うんうん、ラジオはねやっぱり私テレビはもう出ないと決めてるんですが、地上波は、はい、アベマは出ても、はいはい、ラジオのいいところってなんていうのかな、その本当になんか実はリスナーとのこの距離感っていうのは近くって、テレビってあのこの番組をご覧の皆様って言いますけど、はいはい、ラジオってこの放送をお聞きのあなたって言いますからね、うん、だからマスメディアのよう、まあ、もちろんマスメディアなんですけれども、うんうんうん、まあなんか一対一感が強いっていうか、大体聞いてる人って一人聞いてること多いですから、ラジオをみんなで聞きましょうってね、あの全然弱まいしねないんでね、ないな、ああそうだった、うん、そうですか、それ楽しみですね、そうラジコで聞かせていただきます、ラジコで聞いてください、はい、で出てください、はい、ありがとうございます。あの思い出の曲ってあると思うんですよ、はい、やっぱ音楽って今日常にあるじゃない、絶えずあるじゃないですか、はい、でやっぱり若い頃からいろんな音楽を聴いてて、その音楽を聴くとその当時のね、あの思い出が蘇る、そうですね、その人間、まあドラマみたいな、人生ってドラマだから挿入歌があって当たり前でね、はい、だからそういう番組やりたいなということで、うん、いきなりぶっつけで始めました、まあ、まさに同じ年代どころか同じ年なんで、多分その音楽の聴いてた時代、まあ、好みあったとしても、あの同じ時代を聴いてますからね、でバブルがあったから、はい、やっぱりね僕ら洋楽で育ったんですよ、もともとベストヒット USA で小林克也さんの聴いて、はい、アメリカのやっぱり音楽から入ったんです、フェンのね FEN のね、うん、小林克也さんの、それで今日ねあのラジオの番組のタイトルも、はい、マイケル・ジャクソンが撮ったんですよ。なんだろう、ちょっと待ってね。スリラーじゃないですよね。じゃないんです。はい、リメンバー・ザ・タイム。リメンバー・ザ・タイム。その曲俺ちょっとすみません。知らねえわ、俺。いや、あのリメンバー・ザ・タイムってあの91年のデンジャラスのアルバムの中に入っていた一曲なんですけど。はい、92年にシングルでリリースされてヒットした、はい、これ何があの話題になったかっていうと、曲自体は売れたんですけど、はい、やっぱりマイケル・ジャクソンがすごかったのは、うん、ミュージックビデオの改革を起こしたんですよ、はい、革命を、はい、あのスリラーで、はい、スリラーでね、映画並みのミュージックビデオを作った、でこのリメンバー・ザ・タイムではなんとあのエディ・マーフィーとか、はい、あと黒人の女性の女優さん、あとマイケル誰だってなんかあの選手かなあのとか使って全員でエジプト舞台にしたミュージックビデオなんですけど、素晴らしいんですよ、みんな黒人なんです、なんでだったか分かる、なんで黒人ばっかりにしたか、でマイケル・ジャクソンが黒人だからっていうのはあまりにもあのそうなんですよ、その頃もうマイケルは白くなってた、あもう白くなってたから、白くなってたから黒人ばっかりにすれば自分の白さが際立つから AV と一緒、 AV 男優がガングロに日焼けしたら女優の肌が白く映えるの、映えるのと一緒で、なるほど、それはスタッフから、マイケルのスタッフから僕聞いて、あなるほどすごいね、あ
っていう話なんです。なるほど。私はあの割とあの黒ギャルも好きなんであまり意識しなかったけど、うん、AV 男優が黒いのってそういう、なるほど、ガングロにするでしょ。AV 男優、はいはいはい、ね、チョコボール向かいと同じ世代だから、もう真っ黒なんですよ。なんでかっていうと、それで絡むと、はい、女性の肌の白さが際立つし、少々肌の色が悪い人でも白く見える。なるほど。それでマイケルはそれを取り入れた。勉強になるなっていうか、ひどい話だなって。でもつい最近ビヨンセが批判されてましたね。あ、そうなの。インスタで、うん、まあ、そもそも最近なんか白くねってビヨンセ言われてて、うん、やっぱりマイケル・ジャクソンと同じで、うん、あれだけ言っててもやっぱり黒人よりも白人を目指すのかって言われてた中で、うんうんうん、インスタですごいあの、まあ、そこパツパツのシースルーの、うんうん、しかもあのホットパンツ入ってるんだけど、うんうん、肌が白いんですよ。多分あの画像加工もしてるんだけど、はいはいはい、やっぱりビヨンセやっぱり白くなりたいっていう、彼女も、すごい叩かれてましたね。へー、うん、あ、そうなんだ。あ、なんでかな、けどあの褐色の肌、黒人の人たちの肌も艶があったらすごく美しい、芸術的な肌だと僕は思うんですよ。私はね、あの、うん、極端が好きなんで、真っ白とか真っ黒どっちでも OK ですね、はい、あ、どっちだから真っ黒な、黒人だったら真っ黒な方がいいし、はあ、あの、はい、あっちの方もですね、はいはい、うん、そういう相手としてもですね、うん、はい、ということだったんですなるほど。なんか大丈夫か、そっち行っちゃいましたけど、はい、そうか、あの、そういうことなんですね。じゃあ一回その曲聴いてみます。私それちょっと、もしかしたら内面を知らないだけで聴いたら分かるんですか。それはね、聴けばね、あ、うん、この歌かと、はい、すごいメジャーな曲で売れた曲なんで、皆さん知ってんでしょう、リメンバーザタイムってね、あの、いい曲なんですよ、うん、で、リメンバーザタイム、いや、動詞抜けてんじゃんと思うんです、はい、あの、一般動詞抜けてんじゃん、うん、で、リメンバーザタイムなんだけど、歌詞の中はちゃんとどういうリメンバーザタイムになってんですよ、はい、で、まあ関西弁に、まあ、大阪がキー局のラジオなんで関西弁でこう訳すると、や、まあ、簡単に訳すと、矢の頃覚えてるみたいな、あ、はい、あ、そういうニュアンスな、はいはい、だからもうまさに僕、あの、ラジオでやりたい、あの頃のことを覚えてるっていうのを音楽で振り返ろうっていう番組にするんです。いい曲ですよね。なるほどね、うん、そう、そんなかったんです。高校大学の頃はやっぱり人並みに結構ね、あの、その流行りの曲聴いてましたからね、うん、洋楽も邦楽も。そうなんです。それでちょうどね、あの、この「Remember the Time」がリリースされた、デンジャラスが出た頃って91年バブルが崩壊し、はい、本格的に崩壊した年なんですよ、はい、でこの当時ってあのユーロビートが結構台頭してきて、まあ、89年からだったんだけど、うん、いわゆるディスコブームが89年とかね、クラブじゃなくてディスコだったじゃないですか、はい、VIP ルームもディスコで、もうクラ、飲み屋のクラブよりディスコだったじゃないですか、ディスコでしたね、はい、そうです。で高いシャンパンワイン飲んで、うん、騒いバカ騒ぎするのがディスコの VIP ルームだったんです。で僕らはやっぱりアメリカのそういうポップでとかソウルで育ってきたから、ユーロビートを受け付けなかったんです最初、うん、だからユーロビートをかけるようなマハラジャだとかかけ出して、一切行かなかったんですけど、はいはい、ユーロビートが結構入ってきて91年にはすごい勢いを増した年だったんですよ、うん、でマイケルが頑張ってた。なるほど、なるほど。っていうことがあったんです。はい。いや、なんか結構音楽もすごい語れますね。いや、それはね、やっぱり本当ね、これ今日常で音楽から切り離された世界ってないじゃないですか。はい、コンビニ行ったって音楽、はい、もうあれ耳つくんだよね。ファミマとか行くと。でテレビ見たら CM、 あらゆる音楽が流れてて、もう日常に音楽ってあるから、もう空気みたいなもんじゃないですか。その中で思い出が刷り込まれて気になる曲があったりして、だから本当最近だから、その僕は古い曲も好きだしクラシックも好きなんですけど、最近の若手の曲もすごくいいなと思って、はい、あのアドとかすごいですよね、YOASOBIとかね、はいはい、歌唱力もすごいし、音で、うん、